野球日本代表侍ジャパンが14年ぶり3回目の優勝を果たしました。このチームを率いたのが北海道日本ハムファイターズ栗山英樹プロフェッサー、そしてファイターズから出場した伊藤大海投手は3試合に登板し無失点と好投、世界一奪還に大きく貢献、日本中が歓喜に沸いた瞬間でした。それでは栗山英樹プロフェッサー伊藤大海投手、どうぞお進みください。あなたの功績を称えます。令和5年4月29日北海道知事鈴木直道、おめでとうございます。続きまして栗山町在住栗山英樹プロフェッサーへ感謝状が贈られます。感謝状、栗山英樹様。選手を信じ送り出す信念、応えた選手たちと分かち合う世界一。第5回 WBC 優勝は私たち道民に夢は正夢という最高のドラマを見せてくれました。ここに深く感謝の意を表します。令和5年4月29日北海道知事鈴木直道、ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして写真撮影に移ります。